こんにちは。北斎フェンシングチャンネルの北斎です。今日は目を鍛えるトレーニングをしていきます。ビジョントレーニングと言います。いろんなスポーツ界でも話題になっていますし、とても効果のあるトレーニングになりますので、ぜひ一緒にやってみましょう。ビジョントレーニングに期待できる5つの効果というものがあります。1つ目は素早く目を動かし、見たいものを見られるようになります。2つ目は左右の目のバランスを整えます。3つ目、見たものを認識し記憶しやすくなる。4つ目、目と体を強調して使えるようになります。最後5つ目は周辺の視野を広げることができるようになります。フェンシングでいうと、目を鍛えることによって相手の体の全体像、距離感などもしっかりと把握できるようになりますし、剣の動きが速いので、しっかりとその剣の速い動きにも対応できるようになると思います。ぜひやってみましょう。ボクシング世界チャンピオンになった村田諒太選手などもこのトレーニングを取り入れていたそうです。ビジョントレーニングの詳しい効果については、目のこと若狭生活さんが詳しく説明していますので、そのリンクを下の方に貼っておきますので、ぜひご覧ください。それではやってみます。難しいですよね。僕も全然できませんでした。今回の動画がいいねって思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。また質問や気になること、わからないことがありましたら、気軽にコメント欄にてコメントください。それではまた。